ど毎度またまたお騒がせしております。連日ひょっくり氷点下は毎度毎度お騒がせしております。本日もゼルニをお届けいたしましゅ。うちの好きな絵をちゃんと描いてもいいわよ。完璧では子どもたちも疲れてしまいます。遊びも取り入れてお楽しみタイムがなければ楽しくなくなります。忘れるとは心をなくすという意味でもありますが、本日ももう一曲お届けいたします。ヘル